皆さんこんにちは。武田邦彦非公式ブログへようこそ。本日は武田先生が闇の団体に狙われているというテーマでお送りします。真実を言ってしまうため何かと敵が多い武田先生。そんな武田先生が犯罪的な組織に狙われてしまったようです。それでは動画をご覧ください。今日はですね、テレビウイルスの防ぎ方2回目ですね。日本人はこういうことを認めたくないっていうか、もう嫌になっちゃうっていうのが日本人の、まあ、真面目なところなんですが、実は現在のマスコミはですね、もともと嘘のニュースを作ってるんですね。そういうことってちょっと考えられないんですよね。僕も日本人なので、わざわざ報道に携わっていて、まあ、NHK とか朝日新聞とか毎日新聞とか、そういう非常にきちっとした、まあ、そこに入社するのも大変なようなですね、まあ、文化人でもあり、教養もあり、社会人として立派なお父さんでありお母さんであるという人たちがですね、わざわざ作り話を作るっていうようなことがどうして起こるのかというような感じを日本人は持ってるんですね。みんな真面目なはずだと。日本人はもともと非常に真面目なんですね。ですからそういう嘘のニュースを作って流すというようなことはもうしないし、そういうこと聞きたくもないっていう感じなんですね。ですけど事実はもう嘘のニュースに溢れているんですよ。でその一つは結果的に嘘のニュースになるっていう、前回にありました選択するってやつですね。一部だけ見せると、温暖化してるとこだけ見せて、寒冷化してるとこは見せないとか、まあ、コロナでも怖いところは見せて安全なところは見せないっていう、そういうやつですね。で典型的にちょっと説明しとかないとですね、多くの日本人はそんなことはないよって言うんですね。そんなことをするはずがないって必ず言うんですね。特に NHK なんかについては信頼感がありますからそういうこと言わないんですけど、実はちょっと朝日新聞の例だけ挙げます。朝日新聞はですね、私がある本に、環境問題はなぜ嘘がまかりの通るのかという本に書いたのが、新宿の牛込柳町の鉛中毒事件なんですね。これはもうかなり前のことなんで、多くの人はもう忘れてしまっていると思いますが、牛込柳町っていう、まあ、交通量の非常に激しい交差点がありまして、そこの住民がですね、自動車の排気ガスに昔入っていたシエチル鉛っていうのがあるんですが、まあ、今現在はほとんど入ってないんですけども、その当時鉛が入ってたわけですね。アンチノック剤として入ってたと思うんですが、その鉛がですね、大気中に排気ガスとして出て、それで中毒を起こしたということで、医者の診断のデータとかざっともう非常に多く出てですね、で毎日のように朝日新聞で、まあ、いわば牛込柳町の鉛中毒って出たんですね。それで私なんかもそう思ってました。ところが私が2007年に、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていうのを書くときにですね、1年ぐらいかけていろいろ調査した、その調査の中に新宿牛込柳町の鉛中毒事件が、まあ、あったんですね。僕はそれをやろうと思ったんです。その時は調査に入る時は当然事件があったと思ったんですよ。ところが調べてみると実は全部朝日新聞のでっち上げだったんですね。その鉛中毒にかかったという住民の健康診断も全部嘘だったんですよ。それでそれを僕が環境問題はなぜ、ま、嘘がまかり通るのかっていう中に書いたんですね。まあ、僕はこの本がベストセラーになったのはやっぱり事実を書いたからだと思うんですね。ところがそれから2年か3年経ってですね、私もちょっと一部ちょっと疑問を生じたもんですから、もう一回調べようとしたんですよ。そしたらネットのですね、新宿牛込柳町のページはほとんど全部が削除されておりました。私が本を出してベストセラーになってしばらく経ったら全部削除されておりまして、私が本を書くときに参考にしたページはほとんど全部残ってなかったんですよ。絶対に僕はこれ朝日新聞が削除したと思います。朝日新聞かその関係者以外にそういうことをする必要性はありませんからね。こういうことがやっぱりあるんですよ。つまり全く存在しない牛込柳町の鉛中毒事件というのをでっち上げて、そしてそれで世間を騒がせ、
ガソリンから成虫鉛を全部追放し、そしてそれが嘘だということがバレるとネットの情報を全部消すということですから、まあソ連みたいなもんですね。共産主義と同じですよ。それから有名なのは珊瑚を傷つけて撮影した事件ですね。朝日新聞のカメラマンが海に潜って珊瑚を削って、削った珊瑚を自分でナイフで削った珊瑚を撮影して、こんなに珊瑚が温暖化でダメになっているという記事を確か一面かなんかに何回か出したということですね。それから、ダイオキシン騒動もそうですね。ダイオキシン騒動は、まあ、朝日新聞とそれからテレビ朝日が連携してやったわけですが、所沢でダイオキシンで、まあ、非常に奇形児が生まれたり、なんかいろんなことが起こってるっていうのはもうデタラメな、これはもう最高裁判所でももう決心しておりましてですね、朝日新聞およびテレビ朝日の報道が間違ってた、まあ、久米宏さんですけどね、なんで久米宏さんが間違った報道をしたのかちょっと僕には分かりませんが、いずれにしても間違っていた、嘘のニュースですね。それから従軍慰安婦事件、これはもう大きなもんで、朝日新聞が従軍慰安婦事件というのが強制的に連行されたのがないということは知っておりました。それは取材したらすぐ分かりますから、取材、朝日新聞が取材する力がなければ別ですけどね、ありますから、まあ、これはまああまりに有名で皆さんご存知でしょう。福島原発の記者の引き上げ事件というのがありましてですね、これはまあ非常に大きな事件ですが、これは朝日新聞ばかりでなく主要4紙とプラスアルファあると思いますけども、福島の原発事故の後、福島県にいた記者ですね、カメラマンを全部東京に引き上げました。そして4ヶ月間福島に入らなかったんですね。それで4ヶ月だって恐る恐る福島に行ったら、福島の人が普通に働いてる、こんな危険なとこに行っていいんですかと質問した。そしたら、いや新聞に安全だと書いてありますからと言ったと。その新聞に安全だと書いた人が実は逃げてたんですよ。だから朝日新聞のような、まあ朝日新聞は NHK もややそうなんですが、毎日新聞もちろんそうなんです。もっとひどいことあるんですけどね、毎日新聞については。まあ、そういうことで、それこういうことがね、日本人がやるっていうことをやっぱり知らなきゃいけないんですよ。やっぱりね、普通の人は真面目に働いてますから、日本人がまさかね、こういう自分でやってなんていうことは、マッチポンプみたいなことは日本人はしないと思ってるんですよ。真面目だと思ってるんです。違うんですよ。この違う理由はまた後にお話しますが、次回か次々回にお話しします。消極的な恋のニュース選択というのは前回やりましたけども、温暖化問題だったら寒冷化は放送しないで温暖化だけ放送するっていう、そういうやつですね。そうするともちろん日本人の視野っていうのは NHK とか朝日新聞がもう自由にコントロールできるんですね。まあ、そこがやっぱり報道っていうのはそんなことをしていいのかっていう感じですよ。何のために生きてんのっていう感じなんですけどね。それから最近僕が経験したのは、虎ノ門ニュースをご覧の皆さんは知ってますけど、ファクトチェックっていう団体ができてですね、それが、私の PCR 検査が、疑問があるというのを、私の著述物じゃなくて私の著述物を無断で引用したネットをですね上げて、それでそのファクトチェックという名前で PCR 検査はその不確かなところがあるのかというファクトチェックという事実チェックというのを、カナダかなんかに住んでおられる女性の30代の経営学ご出身の人にさせたんですね。多分させたんだと思います。だって文化系の人ですし、経営学の人ですし、 PCR のこう増幅の様子とか DNA とか RNA の感じは十分には把握されてないと思いますけどね。そして武田邦彦のあれはもうファクトじゃないっていうのを大々的にやったわけですね。それで私の大学にも猛烈な抗議が来まして、びっくりしましてですね、でまたこれが犯罪的だったんですね。大学内から発信されているドメインを使ってるんですよ。しかし大学の中は調べてくれたら誰もいないと、そういう状態だったんですね。そして
この前の、虎ノ門ニュースでお話し しましたけども、この道の専門家、アメリカの専門家の方のコメントを見たらですね、大体アメリカでもファクトチェックやってるけれども、それはその共和党と民主党の間で協定を結ん、まあ、協定のようなものを結んだ形でやっていると。それからできるだけ個人をやっつけるという目的じゃなくて、それこそ本当に社会に事実を知らせるというのが目的だから、個人は対象としないと。それから必ず、もちろん僕の場合は全く連絡なかったですけど、連絡もしてオープンの場所でやると、いろいろですね、そういうきちっとしたことをやってるんですね。ところがこのファクトチェックっていう団体は NHK、 昔 NHK の人が副理事長かなんかやっておりまして、毎日新聞なんかが、委員に入っております、検討委員かなんかに入っておりますね、ボードみたいなところ。どういうことかって言ったら、既存のメディアが僕が武田邦彦が嘘を指摘するのが困るので、集中的にそういう個人の信用をなくすために活動していると。そのうちなんかお国のお墨付きかなんかもらう予定だそうですけど、まあそうでしょうね。何か NHK と朝日新聞と毎日新聞が結託すりゃ、まあ、そのぐらいのことはできるかもしれませんが、それが本当に日本の人たちの望みなんですかね。我々が NHK に受信料を払ってる、そのなんていうか、お礼がですね、特定個人をやっつけて事実でもないことを固定させるのが、それが目的なんですかね。私はまあ法律で決まってるから受信料払ってますが、そんなことはしてほしくないんですよね。問題なのは、その虚偽のニュースを作る現代のマスコミの心理状態がどうかっていうのは、僕はもう福島原発の事故ではっきり分かってると思いますね。自分たちは危ないから福島から逃げる、しかし新聞紙面には安全だと書く、その新聞紙面を信じた人たちが福島で普通の生活をする。4ヶ月経って記者が福島に入っていって、したら自分たちは防護服着て恐る恐る入っていったら、福島の人たちが普通に働いている。あなた大丈夫ですかって言ったら、いや新聞に大丈夫だと書いてあった。そんなことをよくやれますね。よくやれますよ、本当。人間なのかと言いたいぐらいですが、日本人なのかって言いたいですね。ですから私はこの際ですね、NHK 朝日新聞、毎日新聞なんかがですね、懺悔をすべきですよ。社長とかそういうのは申し訳なかった、誠に申し訳なかった、我々はそのくらいの人間だったんだ、だけどもこれから立ち直るから許してくれというぐらいは言わないといけないし、僕らひばりクラブとしてはですね、自分の身を守るためにもうマスコミはダメだと、日本のマスコミはダメだってことをはっきりと分からないとですね、もう次々と損失しますからね、次々と損失しますから、だからそれはやっぱり防ぎたい、子供のためにも防ぎたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。ファクトチェックという謎の団体、武田先生を狙い撃ちしていますが、そのバックには NHK などのメディア、新聞社などが暗躍しているようです。恐ろしいですね。以上、武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。